ローズ・チェリモはケニア出身でバーレーン国籍の陸上競技選手。専門は長距離走。2010年9月26日のパリ、ベルサイユマラソンに出場し、56分31秒のタイムで第2位となったのが本格的なランナーとしてのキャリアの第一歩である。また2010年のパリ2 0トルロードレースで1時間7分27秒のタイムで、 優勝している。2015年3月にリスボンで開催されたリスボンハーフマラソンでは1時間8分22秒のタイムで優勝。続く6月にチェスケーブジェヨビセで開催されたチェスケーブジェヨビセハーフマラソンにて1時間12分1秒のタイムで優勝した。このレースの後、2015年8月18日付でケニア国籍からバーレーン国籍に移動した。 2016年3月にソウルで開催されたソウル国際マラソンでは2時間24分14秒で優勝。8月リオデジャネイロオリンピックでは女子マラソン競技にバーレーン代表として出場し2時間27分36秒で8位に入賞した。2017年4月のボストンマラソンに出場優勝したエドナ・キプラガトに次いで 2時間22分51秒のパーソナルベストタイムを出して2位に入着した。同年8月、ロンドンでの2017年世界陸上競技選手権大会女子マラソンに出走。レース終盤の3 5トルまで先頭集団は団子状態だったが、この地点から抜けてたエドナ・キプラガトと終盤での一気打ちとなり、残り2トルでキプラガトを振り切り、 そのまま2時間27分11秒で1位に入選。世界選手権では自身初優勝を達成資金メダル獲得を飾った。2018年8月のジャカルタアジア競技大会女子マラソンに出場。高温多湿の過酷な条件の中、25km 過ぎに2位、銀メダリストの日本代表、野上恵子らを自らのロングスパートで突き放し、 その後は完全な独走状態となる。結果、2時間34分51秒のタイムで優勝、金メダリストに輝いた。ありがとうございます。